はい、こんにちは。リバークの松永です、はい、本日は熊本県にあるトクラスさんのショールームに2年ぶりに戻ってまいりましたね。え、2年前の動画見たんですよ。私大概失礼なこと言ってんなと思って。まあ失礼普通にトクラスさん自体が10年ぐらい、ね、の会社さんになるので、まあ確かに他の、ね、メーカーさんに比べたらまだまだ年数は浅いかもしれないですけど、今すごい幅広い年齢層の方に人気があるメーカーさんですね、まあ、せっかくだから今回キッチンとお風呂も見たいなと、でせっかくなら他の各社さんとか、あと東洋キッチンさんとか、ああいったのも含めて2024年版をちょっとやりたいなと思ってます。私の評価がまた入るみたいな。もちろんです。松永的個人的評価ですね、忖度なしでやってくださいね。はい、じゃあ早速中に入っていきます。はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで中に移動してまいりました。はい、はい、お邪魔していこうと思います。いやこんな感じでしたね。はい、戻ってきたんですけど、ところどころリニューアルしてるので、はい、ちょっと変わっている部分あるんじゃないかなと。なるほどなるほど。はい、で早速おしゃれなキッチンが出迎えてくれるっていう感じですね、これ、はい、前は BB とベリーでしたね。はい、そうなんです。ただ今回ちょっと商品ラインナップが変わってるので、そこからご説明しようと思います。あ、そうね、はいはい、まずトクラスさんのキッチン、今商品自体は2つございます。ほうほうほう、はい、1つが前回と同じく BB、と元々あったベリーっていうのは今はもうなくなっていまして、はい、新しくコラージアという商品が出てきています。これは BB。 そうです、これが BB で、奥に見えるのがコラージアのキッチンになります。はい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 、はい、で2つ何が違うのかって思われると思うんですけど、まあ、一番分かりやすく簡潔に言うとやっぱり自由度ですね。はい、ただ BB の方に自由度が全くないわけではなくて、こうある程度選べるんですけど、その中でも、まあ、人気なものを少し集約してる、はい、例えば、食洗機ですね。はい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 、もちろん BB でも食洗機ってつけれるんですけど、海外製の例えばミーレとか、ボッシュとかね、ボッシュとか大きいやつ、あとはフロントオープンタイプの食洗機は BB だとつけれないんですよ。なのでコラージア限定になります。まあ、それでねちょっと思い出した、ね、前回の配信で BB は朝方しかつけれねえって言っちゃったやつ、あれ間違いだったんですよね。そうなんです、大変失礼いたしました何今絵文字の M のこれそうなんです、失礼しました。BB でもですね、深型食洗機ももちろんつけれます。はい、で、まあ、ちょっと他にもね違いがあるので、簡単に見ていきたいなと思うんですけど、こっちからいこうかな。はいはい、まず、ここですね、前回もご紹介しましたけど、ハイバックカウンター覚えてますかね。天板の陣台がそのままこのカウンターの高さまで持ってこれますよっていうものですね、はい、これも、コラージアでできる仕様になってます、はい、あとはこっちですね、はい、これですね、これかっこいいよね。ここでいくとこれです、スリム天板。あ、最近さ人気だよねこのスリムタイプ。はい、やっぱねスタイリッシュなのが今流行ってますからね、はい、こういったのもトクラスさんできるんですけど、一応コラージアの特徴になってます、まあ、限定というか、そういうことですね、はい、ね、あとはさテノールカウンター、これもテノールカウンターで、でそれこそテノールカウンターもコラージア限定。あ、そうなんだ、はい、になります。あれさ、だってめちゃくちゃかっこいいもんね、セラミックっぽくできるっていう。めちゃくちゃかっこいい、いいよねこれ、はい、ちょっと聞きたいんだけど、つい先日配信したお家、円形型のお家が、円形型のお家じゃない、円形型のシンク、はい、ありましたね、ここにもありますよね。そうそうそう、これは、あ、これは BB でもできるんです。BB も自由度結構あるんだね。じゃあね、全然高いです。ただそれをこう
BB の自由度を超えてさらにいろいろとオーダーできるっていうのがコラージュアになってるんですね。なるほどね、はい、で今日もともとここにお邪魔した理由もう一つあって、うん、実は徳良さん、あのショールームがちょっと広くなってるんですよ。もともと事務所だったところをちょっとこう改良リニューアルして新しいちょっと暮らしの提案スペースみたいなのができてますので、はい、そこをちょっとメインに今日ご案内しようかなと思って、はいはいはい、では移動していきましょう。はい、こちらの廊下を通りまして、はい、奥に進むとじゃじゃーん、おここは、まあ、徳良さんの新しいショールームのスペースですね。なんかあのよくあるショールームってやっぱりキッチンだけがこうたくさん点々と置いてあってっていうのが多いと思うんですけど、結局お家建てる方ってキッチンだけじゃなくてやっぱトータルでいろいろ考えなきゃいけないじゃないですか。でなんか結構キッチンに立った時にこの距離だとはこんな風に見えるんだとか、うん、あこんな風にコミュニケーション取れそうだなみたいなのもイメージがつくと思うので、そういったのもあのご体感いただけるような空間になってますよね。そういった意味でトータルコーディネート、そういうことです。はいはいはい、はい、で、まあ、やっぱり見てほしいのはとはいえキッチン、今日は、ね、ちょっとキッチンをご紹介しようと思いますが、ここで神さんに問題です。はい、このキッチン一体何がすごいでしょうか。一つはね、やっぱ新潟っていうのは私大好きって言ってるから。あ、はい、ありがとうございます。新潟だよね。はい、そうなんです、うん、新潟もですね、コラージアだけの、まあ、あの使える仕様になってくるんで、はいはい、まあ、正解ではあるんですけど、ちょっと私が言いたかったものではないですね。あと一つちょっと思ってるのは、うん、カップボードと表現していいんですかね、こういった場合って、うんうんうん、はい、でかくないってちょっと思ってるんですよ。おー、うん、いいよ、目のつけどころいいよ。やっぱそうだよね、でかいよね。これですね、3m90cm あるんですよ、うん、なんかもうでかいね、約4mみたいな、でかいね、はい、ものなんですが、もう一声まだあるの。それがかっこいい。あー70点何その評価、はい、じゃあ正解言いますね。はい、ここに立ってもらったらいいかも。はい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 、はい、こう、はい、あのですね、これ実はこんなに長いのに継ぎ目がないんですよ、うん、あー、なるほど、確かによくあるな、真ん中ぐらいにこうあるよね。そうなんです、つまり、うん、人台の一枚板でできてるカウンターなんですね。4メートル？はい、まあ、3m90ですね。はい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 、はい、これは徳良さんじゃないと、まあ、基本的にはできないですね。徳良さんってやっぱ人材が特徴的なメーカーさんなんですね、うん、で何が特徴かというと分厚さ、あの今日サンプルも、はいはいはい、あのまた持ってきましたので、ね、あの 前出た来たやつだよねはい、あ、懐かしい懐かしい。トクラスさん、まあ、自社開発されてるんですけど、うん、やっぱ厚さが全然違うんですね。全然だよね。で、分厚いと何がいいかっていうと、厚さに耐えやすかったりとか、形が造形しやすい、まあ、こういうちょっと広いシンクを作ったりとか、うん、あとやっぱ耐久性ですよ ね、はい、上がります、うん、はい、なのでこういう、こう長い空間でも一枚でいけちゃうんですよ。まさにね、徳良さんならではの商品展開ですよね。それはすごいね、はい、まあ、ただですね、あのこれだけ長いカウンターつけると思うと、うん、あの搬入したりとか、なんかそういうのがちょっと大変になっちゃうらしくて、なんでまあちょっとやりたい方は早めに取り入れの検討をされた方がいいらしいですね。まあ、こっち側も見てくださいよ。はいはいはい、こちら新潟だからねはい、またやっぱ身入れが入ってね、そう、食洗機入って、うん、これですね、あのフロントオープンタイプで、あとコンセントもですね、うん、じゃあここにつけれるそうですね、うん、これ見えてます。はいはいはい、ここに徳良さんがコンセントをつけれる理由っていうのがまたあって、うん、これ気づくかな、なんかあの天板と、うん、横の素材どっちも
実はテノールなんですよ。すごくないですか。セラミック調にしてるの。そうなんです。でやっぱ最近もう本当キッチンもインテリアっていうか、 なんかこうやっぱデザインにこだわってる方がとても多いじゃないですか、うん、ネットクラスさんもやっぱそここだわりたいっていうので、ちょっと今回はね横も一緒に素材揃えて高級感が出るようにされてるんですよ。それがこうできるコラージアですね、はい、でそうなるとやっぱコンセント別にあってもいいんですけど、うん、まあそこまで追求してこだわるならここじゃない方がいいのかなっていう考えもあって、で、トクラスさんのキッチンはですね114色から色が選べるようになってますので、あのちょっとマットな質感のものもあればツヤっとしたもの、まあ、木目調とかいろいろありますので、もう自分のお好きなものが必ず見つかるんじゃないかなと思ってます。今回はトクラスさんのキッチンだけじゃなくてお風呂もちょっと見たいなと。そうなんです。あのこの空間にですね実はお風呂もあるんですよ。あ、そうなの。はい、ちょっと見に行きましょう。はい、はい、そしてこちらがショールームの中の、水回りですね、うん、洗面台と浴室になってます。この洗面台もかっこいいね。そうなんです。あの徳良さんが今出されてる商品っていうのが主に3つ、キッチンと洗面台とお風呂になってるんですね、はい、で洗面台もあのめちゃくちゃかっこよくていろいろご紹介したいものはあるんですけど、まあ、今日は優先的にちょっとお風呂ご紹介しようかな。そうね、いやこれまでなんかすごいなって色使いがすごいと思ってはいね、これなんだ。はい、じゃあここでまず最初に、はい、基礎的な情報をお伝えします、うん、まず徳良さんのお風呂商品ラインナップが3つですね。アクシーエブリビタール、ほう、はい、でビタールっていうのはマンションとか、お、はい、あのちょっと戸建てじゃない建物向けの商品なので、今回はアクシーとエブリっていうのをメインでご紹介します。なるほど。今見てるお風呂もアクシー、これはアクシーなんだ、なります。これね、なんか色もだけど形もなんか独特だよね。いや、そうなんですよ。浴槽の形がですねブロッコバスタブっていう名前になってます。ちょっと由来聞きそびれちゃったんですけど、ブロッコリーみたいな空間がですねちょっと浮いてるように見えるデザインっていうのが特徴です。ちょっと可愛らしい雰囲気ですよね。はい、でここあの浴槽の素材がエクランっていうんですけど、あのカラー展開がかなり豊富でして、これもねちょっと面白い色してますよね。やっぱりあの色が、なんだろうな、濃いほど水を入れた時に反射してすごいなんか水、うん、お湯の色が変わって見えるそうなんですよ。いいね、そう、なんかそれもまたちょっとなんか非日常感を味わえるみたいなのもちょっとあの特徴になってますね。他になんかデザイン的 なんか上位グレードの違いってあるんですか。はい、ございます。こちらの壁ですね。ほう、あのお風呂って普通壁一面色変えてるってよくあると思うんですけど、なるほど、真ん中の部分だけだ。そうなんです。ここだけちょっとあの違う素材を貼ってあるんですね。もう一個お風呂あって、そっちが分かりやすいんでそっちに移動しましょうか、うん、はい、じゃあぜひそっちの方で、はい、じゃあちょっとそっちに移動します、はい、こちらです。ここがあの、はいはいはい、お風呂コーナーになってるんですけど、はい、これです。あ、奥の確かに、確かに全然違う、はい、はい、そうなんです。もうめっちゃおしゃれじゃないですか。こんな風に真ん中だけ違うデザインを入れるっていうのがアクシーの特徴なんですけど、これって意外と他のメーカーさんあんまり真似できないそうなんですよ。徳良さんならではのこのデザインっていうのはおっしゃってましたね。かっこいいね、うん、でね、あともう一つやっぱかっこいいなと思ったのが、うん、このバスタブですよ。はい、これ私この形すごい好きと思って、うん、これをよく見ますよね、うん、我々のお客様のうちでも。これは実は名前があってですね、はい、3DL5 っていう名前の浴槽だそうです。知らなかったですよね。知らなかった。でこれはアクシーでもそうですし、もう一つのエブリーっていう、あの両方選べるようになってますね。でもう一つご紹介したいのがあって、うん、これです。見えますか。あ、はい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 、スピーカー、もしかして。お、正解です。スピーカーです。正式名称、うん、サウンドシャワー。
っていう。かっこいい名前つけるね。めちゃおしゃれなんですけど。はい、お風呂専用のスピーカーになってます。トクラスさんってヤマハさんじゃないですか。そうですね。ヤマハといえばもうどちらかというと私音響のイメージがすごい強いんだけど。いや、そうなんですよ。最高の組み合わせじゃないですかこれ。まあ、これ通常、まあ、よくある Bluetooth とかでも、うん、音楽飛ばせるんですけど、これですね、実は音楽がもう内蔵されてて、はい、だから6曲も入ってるんですよ。だからご年配の方とかちょっと携帯操作あんまり慣れてないという方でも音楽が聴けるっていうものなんですけど、めちゃくちゃ音が良くて、うん、いやそれはもうヤマハさんだもん。音質超いいんですよ。お風呂の中で鳴るって防水とかも入れないといけないから、うん、そういった意味でも技術力がめちゃくちゃすごいね。そうなんですよね。めっちゃ癒されますよね。いいね。はい。こっちがこのエブリーってやつですよね。そうですね、はい、はい、エブリーもね、もう本当にめちゃくちゃ、うん、もう十分なぐらいおしゃれなんですけどね。この形めっちゃ私好きなんですよね、うん、大人気ですよ ね、 ね。湯船にゆったり浸かれる反面、こっちの洗い場の部分もなんか広く取れるみたいな、うんうんうん、両方いいとこ取りみたいなのもできるし、うんうんうん、そうなんですよ ね、 ね。あと足元の方が狭まってる分、うん、お湯の量も少なくなるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね、うん、その辺どうなんですか。おっしゃる通り、思ったよりお湯を入れなくても、うん、あっという間に上までたまります。こっち見れます。はい、あこっちはなんか一般的なこのビタールってやつですね。一般的なタイプ、うん、一般的なというか賃貸とか、そうそうマンションとかそういうところの、まあ、入ってるお風呂のサイズなんですけど、まあ、やっぱ比べるとちっちゃく見えるじゃないですか。そうね。このお風呂が仮にお湯張りした場合の、うん、その量を比べた時が下ですね、 70% 170リットル、はい、170リットル入るよっていうものになってるんですけど、うん、はい、こっちもう一回見てください、はい。こちらの 3D エルゴの方も実は 70% 入れて、うん、ちょっと待って、マジで、マジで、え、入るこの量とこの量変わらないってこと。そうなんですよ。めっちゃびっくりですよね。うん、すごなんかゆったり入れるのに、うん、お湯の量は意外とそんなに多くしなくても済むっていう、まあ、ある意味節水効果もあるような浴槽になってるんですね。す結構ね、機能性もしっかり詰まったお風呂になってますね。まあ多分話足りないぐらいなんですけど、うん、はい、まあ、ある程度ちょっとご紹介ができたかなというところで、このままエンディングに移っていこうと思います、はい、はい、ちょっと私の評価もさせていただきたいと思います、はい、はい、移動していきます。はい、というわけでエンディングでございます、はい。まあ、エンディングはね、まあ、前の時と同じように松永さんによる辛口評価を。辛口はい、これめちゃくちゃやりにくくてですね、はい、じゃあまずキッチンからいきますかね、はいはい。今日の私の評価はこちらです。松永さんが思うところを、まあ、一つ二つちょっとピックして、まあ、まずやっぱデザインですね、うん、はい、これはまあ、やはりカラー展開の凄さっていう意味でも、ね、うん、やっぱ5をつけたいぐらい。まあでも今回はまだちょっと初回だから、初回なんでちょっと抑えてて。なるほど。でもやっぱこれだけカラー展開あるんって他のメーカーさんやっぱないんじゃないかなと思うんですよ、うん、とかね、まあこういうテノールとかもやっぱすごいおしゃれでしたし、まあ、ちょっとここはやっぱ評価下げすぎれなかったですね。 4.5。 そうだよね。ともう一つ気になったのはやっぱ価格のところですね、うん、はい。コラージアが最低で提案できる価格っていうのを聞いたんですけど、意外と120万弱でいけそうだったんですよ。ってことは、うん、お、なんか意外と手に届くなって感じたんですよ ね。なんか結構お手頃だなっていうイメージでして、ね、まあ、ちょっと評価高めですね。4にさせてもらってます。なるほど。じゃあ、まあ、キッチンもあるんですけど、もちろん今回お風呂もやったので、お風呂も同じように、はいはい、つけてもらってますね、はい、うん、お風呂の評価はこちらです。
なるほど、こんな感じ。え、これですね、もうお風呂の方が悩みましたね、うん、それこそもう何にもない今、他社さんを何も見てない状態なので、まあ、1社目だもんね。なのでちょっとこれは3だから低いとかじゃなくて、まあ、ちょっと標準的な意味で捉えていただきたくて、うん、で設備のところなんですけど、うん、この設備ってどういう評価にしてるんですか。例えば付属でつけれるもの、今日だったらスピーカーありましたよね、うん、はいはいはい、はい、サウンドシャワーとか、うん、今日ご紹介してないんですけど、うん、マイクロバブル、あ、ジェットバスみたいなね、そう、あれもつけることができたりするらしくて、うん、そういうのってすごいなんか素敵だなって、はいはいはい、非日常感味わえそうだなっていうのがあって、正直結構もうちょっと評価上げたかったんですけど、まあ、基準点だからね、ちょっと他の会社さん分からなくて 3.5 に、うん、はい、はい、ただちょっと楽しい仕掛けがあるなって感じましたね、うん、あとはやっぱりデザインですね、うん、私結構あれ好きでした、ブロッコバスタブもうどうしても俺ブロッコリーってなんかもう洗脳されちゃってんだけどさあれめっちゃ可愛かったくないですか。私はもうずっとやっぱ 3D エルゴでしたっけ。はい、そうですね、あれやっぱ好き。まあ確かにね、ただやっぱ総じてデザイン面はやっぱ徳良さん、すごい高く評価させてもらってますね。なるほど、まあそういうトータルの評価、はい、になってます。まあ、ちょっと繰り返しにはなるんですけど、ちょっと今回が初回なんで、うん、基準点みたいな形では見ていただきたいなと思いますね、うん、そうだね。今後2024年版ということで、うん、お風呂とかトイレとか、うん、そういったところもまあ評価して、最後にまとめ会でキッチンバージョン、お風呂バージョン、トイレバージョンって作れたらなと思ってます、うん、そうですね、うん、はい、なんでその辺はまたちょっと少しね時間がかかるかもしれませんが、やっていきますので、うん、楽しみにしててほしいなと思います、はい、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。